みです。今日はですね、私がメイクの中でね結構ポイントにしているちょこっとポイント、もう漏れる、もう漏れ漏れに漏れてしまうちょこっとポイントをねご紹介していきたいと思います。それではレッツラゴー。はい、ということでね、まず一つ目のね漏れちゃうポイントなんですけれども、今も私やってるんですけど、この下まぶたのこの目頭側にちょっとねピンクっぽいシャドウを入れることなんですけれども、こういうね100均に売ってるめっちゃ細い筆があるんですよ。これジェルライナー用かなって思うんですけど、こういう筆でちょっとね赤っぽいようなシャドウをここにねこうやって入れることによって、こっち側に印象がいく感じになるので、この私はね目が結構旅をしているまあ遠心方向とか言っちゃったなんだろう、外方向に旅しがちなので、ちょっとだけこう印象が強くなる、目頭側の印象が強くなって目が近くなるような気がするのでね、もう結構ナチュラル、切開ラインを長く引くとかよりもナチュラルにできるので、しかもちょっとあの赤いシャドウでやるとちょっとね、どうしたの、いっちゃったのみたいな感じになるので、目が大きくなるプラスちょっとあざといかなって思います。で、別にそんなあざといなんか求めてねえんだこちとらっていう方は、あのブラウンのシャドウでねここを埋めてあげれたら普通に泣かねえしみたいな、こちとら普通に泣かないんですけど、やばい女じゃないんでみたいな感じになると思うので、ブラウンにしろ赤っぽいシャドウにしろね、ここに引くのはね結構重要かなと思います。やったことない方はぜひやってみてください。続きましてはね、ハイライトです。ハイライト、あのわしいつもフェイスパウダーでね一回全部ツヤを消すんですね。一回ツヤ全部消してからハイライトでツヤを足すみたいな感じのことをしております。で、いつも使ってるハイライトがこちらのセザンヌパールグローハイライト01番ってやつなんですけど、もう一つおすすめがシャネルのねスティックタイプのハイライトがあって、あれは本当にもうテッカテカになるので、夏はあんまり使えないんですけど崩れやすくなっちゃうので、でも冬はね結構いいと思います。ちょっと保湿も兼ねてね、この目元ら辺にこうシャネルのハイライトを入れるのはねいいと思います。だから夏はこっちで冬はシャネルのハイライトを使うようにしております。で、今日なんですけれども、さっきね見つけました、こちらクリオプリズムエアーハイライター01ゴールドシャーみたいな感じのやつ、めっちゃ綺麗じゃないですか。で、お値段は2500円なので、まあいい値じゃないっていうぐらいの値段ですね。やっぱこのセザンヌハイライトともねちょっと比較していきたいと思います。失礼します。おーなるほどなるほどなるほど、結構違いますね。こっちがセザンヌでこっちがクリオで、こういった時が一番わかりやすいかなと思います。これは結構なんかシルバーっぽく光る感じで、これはねちょっとゴールドっぽく光るような感じになるかなと思います。やっぱこっちの方がねクリオの方がナチュラルな感じがします。じゃあちょっとこっちをねクリオの方ちょっとだけ重ねていきたいと思います。筆がなかったので手で、あ、めっちゃ綺麗だわ。あ、こっちの方が好きかもしれない、わし。なんか多分わし、シルバーがあんま似合わないのかな。またこれイエベブルベ問題出ますけど、わかんないんだよね、本当に。え、こっちの方が好きだわ、わし。もう自然なツヤ感わかりますか？こことかめっちゃ綺麗。こっちの方がなんかラメが細かいような感じがしますね。細かい、こっちの方が。お値段張るだけありますね。でもやっぱこのプチプラでいきたいよって方はね、セザンヌでも全然いいハイライトだと思うのでね、わいはこっちの方が好きでしたわ。やっぱりずっと気になっててね買えなかったんですけど、やっと今日買えて、やっぱいいわ、これめっちゃいいわ、いやめっちゃいいわ。お気に入りなのにこんなことすなよ、扱いすなよ、こんな扱いを。はい、って感じで、そのやっぱねお肌がツヤツヤしてるとなんか健康的な感じがねするし、漏れるポイントですね、やはり。はい、続きましてはこちらのシェーディングでございます。トゥークールフォースクールアートクラスバイローダンシェーディング、これねこんな感じで売ってて、筆がねついてました。専用高級ブラシなんだって。へー、すごい。今まではねずっとキャンメイクの一色しかないシェーディングを使ってたんですよ。こちらなんとね鏡も、大きい鏡もついてるし3色になってるんですよ。だから調節しやすいかなと思います。もうねこれもねずっと欲しくてやっと買えました。じゃあちょっといつもやってるねシェーディングの仕方についてお話ししたいかなと思います。わしがいつもシェーディング入れてるのはこことこう U の字に入れて、あと唇の下とここに、ちょっと使ってみよう。高級ブラシだからね。あ、高級だわ。
ちょっと今日濃いめにシェーディングしたいなっていう日はこっち使ってやって、鼻のシェーディング、ノーズシャドウって濃くやったらほんまにあんたマレフィセントに出てきたみたいな感じになっちゃうから、鼻のシェーディングは薄めにしたいって時はこれを、このね色を使えばいいので、やっぱね調節しやすい。3色もあるから、こっちだけだとね全然調節ができなかったんですよ、色の。だからやっぱ3色あるの嬉しいですね。あとみんな持ってるし、やっぱ韓国コスメだから。これはね1900円でした。まあまあまあって感じだけど、やっぱ色調節できるのは強い。わしはね安さ重視してこっち買ってたんですけど、やっぱね色調節できた方がいいわ。あとね鏡ができるから、わいは今日からこれをね使いたいと思います。このシェーディング、多分これハイライトもなのかな、9点だとねめちゃめちゃ安くゲットできるらしいです。わしはお店で買っちゃったんでちょっと高かったんですけど、やっぱね韓国のブランドなので9点がねいいかなと思います。楽天とかでも1200ちょいとかで買えるので、安くゲットしたいよって方はお店じゃなくてネットで一回調べてみてから一番安いところで買うのがねいいかなと思います。損したな、ケチだからさ、やっぱまあ、ラストはねラメちゃんですね、グリッター。これは 3C のアイスイッチダブルノート、結構前々から言ってるわしの大好きなねグリッターなんですけれども、今日こちらをね買いました。 B アイドルグリッターライナー02ミルクウェイっていう、もう名前まで可愛いんだよね、やっぱこだわりがあるなっていう、こうちょっと似てる感じのねラメを見つけたのでね、ちょっと塗ってみます。こっちの方がコンパクトなので、お直し用の時とかめちゃくちゃいいなと思います。ちっちゃいカバンとかで出かけることが多いので、やっぱちっちゃいこんぐらいのサイズがねいいかなと思います。かわいい、あ、かわいいわ。こっちが 3C でこっちが B アイドルのやつなんですけど、そんなにね大差はない感じがします。このダブルノートってやつは結構デカめのラメが入ってたんですけど、これもね結構同じぐらいでっかいラメが入ってます。やっぱりこんなあってもね本当に減らないんですよ。だからこっちが結構おすすめかもしんない。今までこのサイズってあんまり見たことがなかったし、お直し用にねぜひこういうねグリッターのキラッキラのラメおすすめです。つけようっと、もうこれつけるだけでも本当にさ泣いたのみたいな感じになるし、彼氏とかにいないんですけど、どうしたの泣いちゃったのとか言われたいもんな。人生人生って感じで、こんな感じの、かわいいこのラメ感じなのでね、和紙のおすすめポイントはラストはグリッターでした。ということでね、私がいつもやっているちょこっと盛れるメイクのポイントをねご紹介したんですけれども、よかったらねさっき紹介した商品たちチェックしてみてはいかがでしょうか。本気でおすすめのやつです。はい、ということでこの動画がね1ミリでもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、3ミリでもいいなと思っていただけましたらコメントもよろしくお願いいたします。はい、ということでコミでした。バイバイ。